さあ今はですね、一気にブームが来て一気に去るという時代になりました。それから仕事を続ける方法が随分変わってきていますよね。良い睡眠は能力アップにもなるし魅力アップにもなる。体の深部を温めることによってここから一気に下がります。男性用の専門サロンも相変わらず人気です。ですから今シーズンも中綿系がこうふわっとしたようなコートなんかが出てきているので、グレーヘアと連携するようなアイテム。ではファッショントレンドに行ってみましょうか。そう、何事にも動じない芯があり凛としてたくましいというところになるんですが、でガーリースタイルをもうちょっとスポーティーテイストにしていくと、このあたりも一つ参考になるかもしれません。ちっちゃいですが皆様のテキストにもありますので参考にしてみてください。はじめにこのゴールドのパターンですね、カフェリラックスをまず作ります。ハイライトで出っ張りをつけることによって立体感をつける。まぶたの中央からつけていただいて、これの白い部分を先ほど入れた部分の上の方にちょっと重ねていきます。まぶたかなりギリギリまでがっつり目尻のところまで。でもシャープになりすぎない方が、やはり眉毛のところはちょっと大人っぽく仕上げていきたい。1枚ベールがかかってるような感じに見えます。でツヤツヤの感じを皆さんご覧になってください。ツヤンツヤンの感じ、結構エビ茶の濃い色なんですが、そんなに嫌味なく使えます。赤みのブラウンです。これね、黄身のブラウンになっちゃうとちょっと、お顔全体くすんだ感じになってしまうので、ここは立てて2回ぐらい頬骨に引っ掛けるように、下から上に、1つ目とね2つ目を見ていただきました。そのピンクのお洋服でもいいし、グレーのお洋服なんかの時にも使える、ちょっと柔らかい雰囲気のメイキャップをまず一番初めに見ていただきたいと思います。でふわっとです。ふわっとピンクのパールをした上に、なのでうっすらキラキラが下に光っているっていう感じです。頬骨と指をうまくこう合わせて大丈夫。まつげの際にフィットするような感じで、これだったらピンクっぽくても洋服もいいし、グレーでも、今度はマジックブラック塗りタイプのチークになりますので、こんな風にポンポンポンと重ねていただきます。薄いものが1枚ふわっとついたぐらいなので、アイラインを先ほど入れたところをちょっと強調するぐらいのイメージ。今の赤みをぼかしながら、黒のねものをコスメを使って皆さんに見ていただきましたが、いかがでしょうか。こんな風に今日はゴールドメイクにしてもらいました。ツヤ感いっぱいで幸せです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めて山口先生にメイクしていただいて嬉しかったです。緊張しました。はい、ありがとうございます。